ブレイズ・ジャーニュ国際空港はセネガル・ダカールにある国際空港である。ダカールの市街地から47キロメートルにあるディアスに設置されている。空港名はアフリカ人で初めてフランスの国民議会議員になったブレイズ・ジャーニュから取られている。2007年4月4日にレオポール・セガール・サンゴール国際空港に代わる空港として当時のセネガル大統領であった。 アブドライワットによって建設工事が開始された。当時の予定では2011年に開校する予定であったが大幅に遅延し2017年12月7日に開校した。当初はサウディビン・ラディングループが建設工事を受け負っていたが2016年2月に契約を解消し新たにトルコのスンマ社及びリマック社と契約を締結した。 すべて2018年1月現在、ダカール市内中心部への鉄道は2018年末までに完成予定であったが、2020年2月現在も大半の工事を終えたにもかかわらず運行開始のめどが立っていない。ダカール市内各所、ウブールへバスが運行されている。ありがとうございます。